10代男性、どこぞの厨房さん、まさか、あ、中学生だ本当に中学生だ。尾形先生こんにちは。無料版 YouTube の方だけですが、いつも楽しく動画を拝見させていただいている中学3年生中3だ。おお、すごいすごい面白い、今私には1年前一度振られたにもかかわらず未だに思い続けている女性がいます。お前すごいな、中3の割にしっかりした文章だな俺知ってる中3もっとバカみたいなこと書くぞ。はいはいはい、未だに思い続けている女性がいます。その人とは昼休みになると距離近めでいろんな話をボディタッチとかめちゃくちゃありで話すという仲です。告白経験がゼロだった私は 80% ぐらい脈ありだったと思ったので、わかるわかる、絶対そう思うよなこれ、うんうん、見事に振られてしまいました。それからはかなり距離が遠くなりました。しかし諦めきれず、もう一回アタックしてみようとうずうずしているうちに1年が経ってしまいました。中学2年の時に思い切って告白したわけ、ね、で、1年経って、今はその女の子と普通の友達の仲です。最近同じ学年の男子で、1年前の私のような流れでその人を好きになった人が現れました。おお、気になるね。いろいろあったようですが、まだ仲良くしているようで見ていて辛いです。こういう形で相談することにも迷いがありました。未練誰々の現状のなのですが、未練、あ、タラタラのことね、未練だらだらの現状なのですが、そろそろ決着つけたいのです。今から何をどうするべきでしょうか。回答よろしくお願いしますね。まあ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 、とりあえず一通り落ち着いて、まあまあまあ、YouTube でも、あの、ニコニコ動画でもいいよ、コメント欄を見よう。あの、言っとくけど、まあ YouTube で今無料版で見てるそうだけど、こういう時に限ってなんだけどもね、実はね、ニコニコ動画のコメント欄の方が役に立つから、あの、ニコニコ動画でもたまに見てみるといいと思うよ。じゃあ答えてみようかね。そうだよね。まああの、結論から言うと、毎週付き合ってって言うんがいいんじゃないの。あの、1年前1回行って断られて、それから距離が遠くなったのを気にせずに、毎週毎週やっぱり付き合って、やっぱお前のことが好きだわっていう風に言って、そのなんだろうな、その中学3年の告白の緊迫度っていうのかな、緊張度っていうのかな、本気度をちょっとやや下げた方がいいと思うんだよね。これ結論なんだけど、なんでそう思うのかっていうと、どこぞの厨房君がまず分かってなきゃいけないのは、その女の子が性悪だということだよ。あの、その女は性格がクズだよ、言っとくけど、あの、性悪だよ。で、そういう風な男子が周りにいっぱいいるのが好きで、それをキープしたいっていうことばっかり考えてるから、君もその扱いを受けたし、多分今その近くにいる男のこともいい感じっていうのはそれなんだ。で、それはその女の子にとって多分小学校の高学年ぐらいから慣れて使ってるいつもの手口に過ぎなくてなんだよな。まあ、こういうのを性悪っていうのか、あの、ファムファタールっていうのか、峰富士子っていうのか、それはどうでもいいんだよ。で、そういうのが好きかどうかも、まあ、まあ、あの、関係ないと思うんだけども。で、さてその女が性悪だと、その女の子、女子は性悪だということを承知の上で付き合いたいわけだよね。ここで確認。すごく優しくしてくれて、ボディタッチもしてくれる、いい子だから付き合いたいではなくて、ひょっとして俺 M かもしれねえような、ド M かもしれねえような、俺あんな性悪な女におそらく生涯振り回される、それの記念すべき一人目なんだよなぐらいの認識をまあ持ってたら、ここから先ちょっと楽になると思うんだけども。で、あの、で、そんな性悪な女の子だから多分女子からもそんなに評判良くないし、だから君と年がら年中ボディタッチで話すわけだよね。で、いや、よくその女の子を周り見てごらんよ、あの、女の子の友達いないはずだから。だから男子としょっちゅう仲がよく話すんだ。中3で男子で仲、女子、あの、男子と仲がいい女子っていうのは大体そうだから。性悪なのが周りの女の子にバレてんだよな。で、そんな子は時々すごい孤立するんだ。だから俺が言ってるのは週に1回告白しろなんて。あのね、性悪でも落ち込むんだよ。人間というのは。性悪な女でも落ち込んで、週に1回告白されてると、いつかクラッくらっと来て君と付き合う日が来るかもわかんないからね。それの確率にかけて、まあ確率で言えば何なんだろうね、60分の1ぐらいかもわかんないから、もうあとサイコロ振った回数だよね。毎週毎週告白したら1年ちょっとぐらいで可能性出てくるんじゃないかと思うんだけどね。で、もちろんだよ、付き合ったとしてもその女は性悪だよ。性悪だから君はすぐに捨てられるか
なんだろうな、その女の子がメンタルが立ち直ったら、なんでこんなイガグリ頭の厨房と俺私付き合ってるのかしら、もっと素敵な高校生がいるわって思うに決まってんだけども、まあ一回やってみないとね気が済まないと思うし、正直言って昭和の女に振り回されるのは俺は男の解消だと思うから、だからルパンだって封じ子ちゃんと言ってるわけじゃん。なので、あの週に1回告白するのがいいと思います。ひどいことを言ったような気がするけど、俺本音で喋ってるな。